お待たせいたしました。第13組のスタートです。ティーオフごとに選手をご紹介いたします。まず最初のティーオフは、レギュラーツアー1勝、ステップアップツアー4勝、愛媛県出身、理工所属、川本結衣。続いてのティーオフは、今シーズンルートインカップ上田丸子グランビリオレディースで2位、宮城県出身、大須賀のぞみ。続いてのティーオフは、今シーズンツインフィールズレディーストーナメントで5位タイ、神奈川県出身、環境ステーション所属、下川めぐみ。続いてのティーオフは、今シーズン資生堂レディースオープンで4位、東京都出身、宮田なるは。ただいま第13組の4選手がスタートいたしました。続いてのスタートは第14組、予定時刻は10時23分です。トヨタツインプラザ営業の工藤と申します。
今日はこちら先月発表された新型アルファードについて紹介したいと思います。それではご紹介します。内装は収納が多くなったりとか、ナビがとても大きくなった14インチという仕様で作られています。まあ、外装も内装もなんですが、ラグジュアリー感がとても良くなっていて、乗り心地も良く、運転している際に音が小さいのでとてもお勧めしております。それでは後部座席、座席の方を紹介したいと思います。こちらも収納がたくさんありまして、こちらシートにボタンがあると思うんですが、こちらボタンを押すことによって、倒すことによってリクライニングで、あとゆったりとした空間を味わうことができます。こちらユニバーサルステップといいまして、お子様や高齢者の方々に乗りやすくしてある機能ですので、こちらもお勧めしております。こちら上げてもらうと後ろでも収納大きくできるので、こちらとてもいいと思います。ツインプラザではアルファード3台、エルファイア1台を4月の22日まで抽選販売しております。こちら人気の車種でして、抽選販売当たりますと本前には納車できます。ツインプラザ県内全店で4月22日まで抽選販売をしていますので、ご予約お待ちしております。抽選結果は23日お昼に発表いたします。抽選に当たった場合はキャンセルはできませんので、こちらはご了承ください。皆さん、ツインプラザへお待ちしております。こちらアフラックで開発しましたアフラックミラーという電子パネルです。これ AI 技術でいろんなコンテンツをお楽しみいただけるようになっています。いくつか紹介しますと、例えばここにカメラがありまして、肌診断、まあ、こういったコンテンツがありまして、このカメラで撮影した画像を処理して、その方の肌年齢をちょっと測ってみましょう。でこれ一つ のアイキャッチのお遊びですね。私56歳なんですけど45歳で出ました。スマイルスコア0です。ちょっと緊張してる関係でスマイルスコア0ですけども、まあこんな感じで、で私の年代世代の生命保険の加入率こんなんですよ、あなたと比べてどうですか、平均的に負担されてる年間の保険料こんなんですよ、あなたと比べてどうですかみたいな、こうまあ平均的な相対的なチェックもできます。であと面白いのがですね、この AI 技術を使って、今と昔、過去と未来のあなたっていうコンテンツがあります。これちょっと私やってみたいと思います。これも同じようにですね、この AI カメラで、写真を撮りますと、 AI の画像処理で、今私56歳ですけども、私が3歳の時の画像と80歳ぐらいの時の画像がコマ送りで出てきます。これちょっとご覧いただきたいと思います。実は私幼少期こういう顔をしてたようなんですね。ちょっと記憶とはちょっと違うんですけども、やっぱだんだんこうシワも増えてきて、顔の皮膚もちょっとこうややだいてます。年齢重ねるとともにこういった形で、病気にかかりやすい種別、こういったものが変わってきますよ、まあ、つまりリスクが変わりますよっていうことですね。でポイント一つありますのが、ここに QR コード出てきます。これをスマホでパシャッとやっていただけると、お家に帰ってから晩酌しながら見ることもできますし、ご家族にご覧いただくこともできると、まあこういう品物になってます。まあこういった形でですね、今2つほどコンテンツご紹介しましたけども、それ以外にもがんを理解していただくためのコンテンツ、これ画像のタッチパネル方式でお勉強していただいたり、あと顔占いというコンテンツもあります。まあ、こういった形で、ご自身の顔を AI カメラで、測定といいますか診断していただいて、
ご自身の特徴ですとか、まあ、今後発生するリスクなんかをちょっと考えていただいて、でちょっと生命保険についても考えていただける機会になればいいのかなと、まあ、こういったことで今始めたところでございます。皆さんこんにちは、共同船舶です。私たちはクジラから抽出したオアレニンとオメガ3を使ったサプリメントを無料で配布しております。皆さんぜひ来てください。皆さんニュースに遊びに来てください。動画です。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。本日13番ホールにおきまして、成沢由美選手がホールインワンを達成いたしました。青森放送株式会社大会実行委員長松森より賞金10万円が贈られます。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。正面お願いします。こちらお願いします。ありがとうございます。行きます。すいません、もう一回。はい、すいません、ありがとうございます。かわいい。はい、ありがとうございます。誰だ誰だ。